はじめまして、こんにちは。この動画はアリ飼育初心者1年目の私が、飼育経過を記録した動画です。動画編集も初心者で、お見苦しい点がございますが、鋭意技術向上中ですのでご了承ください。前回の動画では、新生から働きアリ誕生を紹介しました。今回は前回の飛び色気アリを含め、現在飼育している新生たちを紹介します。これは前回紹介した飛び色気アリの新生になります。アリの種類判断はまだ難しく、おそらく飛び毛だろうと思ってます。現在飛び毛の女王3匹派、それぞれ数匹の働きアリが誕生しています。働きアリが繭を破いています。また1匹の働きアリが誕生しそうです。新働きアリが立ち上がるまで撮影してました。また別の動画で紹介したいと思います。最も産卵と羽化が早かった女王です。働きアリが6匹になりました。繭がもうないので、しばらくはこの規模で子育てですね。この女王は、7月に、公園内にある自販機で夜に捕まえました。この女王はすでに羽がない状態で、自販機に張り付いていたのを捕獲しました。全く種類がわからなかったのですが、誕生した働きアリを見ると、尻上げアリの一種かと思ってます。女王が飛びしわに似ていましたが、腹の形が違うと思いながら飼育してました。お尻に針が確認できました。飼育している他の種類とは、別の種類ではあると思います。こちらも7月に捕獲した女王になります。まだ羽がついていますが、たくさんの卵を産んでいます。このお腹の大きさは餌を吸った後の形です。形は飛び毛によく似ています。飛び毛女王より一回り大きい、9ミリから10ミリの大きさです。捕獲してから、ずっと羽を落とさない状態でしたが、産卵が確認できたので、このまま飼育を続けています。以上が飼育している新生たちになります。現在は小型種ばかりなので、これからは少し大きなアリをゲットしたいです。